マリアおはよう。マリおはよう。なんかお母さんがパン作ったんだけどたくさんあるからあげる。いいの。いいよ。今ちょうどね朝ごはんなくて困ってて。ありがとう。そうだったな。よかった。朝早くありがとう。バイバイ。わあめっちゃいいタイミング。あ神様ありがとうございます。あおはよう。あマリアのおはよう。よく寝れた？ああ、まあ多分結構寝れたかも。うん、よかった、うん、今日の朝ごはんは何？今日ね、マリンがパン持ってきてくれて、うん、すごい準備手伝ってもらってもいいかな？あ、いいよ。おはよう。あ、マリンおはよう。今日ね、マリンが手作りパン持ってきてくれたんだよ。すごい。じゃ食べよっか。うん、食べよその食パン？よしこ。美味しそう。なんか久々に手作りパン食べる。ねえ、じゃあお祈りします。天の神様、今日はマリンが手作りパンを持ってきてくれました。神様感謝します。祝福してください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。あれ？マリオから？マリオから？マリオ？え？待って。パーティーの招待で、すごい、やった、二十歳のパーティー、すごい、二十歳、もう早っ、確かにマリオ二十歳だっけ、ね、すごい早いね、パーティーを入場するには下のこのが、QR コードのからアプリをダウンロードして登録してくださいだって。そうなの、登録しなかったら入れません入れません、入れない入場は5時半からで、パーティーは6時からだって。遅れないようにお願いします。今週の土曜日か、明後日か、え、明後日だ、明後日か、あすごっ、え、行く、え、絶対行きたい、行きたい、絶対行かないと、もう絶対、めっちゃすごい、マリオのパーティーだから絶対すごい、めっちゃすごい、いい、絶対すごい、めっちゃパーティー、絶対行かないと、あ、楽しみ、すごい、めっちゃ楽しみ。あ、じゃあさ、忘れないようにもうアプリダウンロードして登録した方がいいんじゃないかな。あ、うん、まあ、でも、まあ後ででもいいかもしれないけど、あ、でも私先にダウンロードしとくね。あ、わかった。マリちょっと先に食べようかな。うん、ね、食べよう。食べよう。すごい楽しみ。楽しみ、いいニュースだね。ねえ、やった。いただきます。いただきます。であと1時間だ。まだあるか、時間。ねえねえ、ポップコーン持ってきたから準備終わった。うん、終わった。一緒に食べて動画見よう。いや、よいしょ。なんかさっき、うん、結構なんか面白い YouTuber 見つけたんだけど、うん、なんかいろんな Vlog とかチャレンジとかやってて、へえ。見たよ。ダビー林原っていう人で、ちょっとライクして、チャンネル登録しようかな。この人マリアに似てなくない？そうかな、そんなに似てないかなでもこの人こそマリアナに似てない、なんかもっと似てると思うけど、めっちゃそっくり。あ、この前にマリアンがなんか心つクッキングっていうなんか動画みたいのを見せてきて、すごくなんかこの人に似てたんだけど。へえ。あ、ほら。へえ。確かに同じ子だったかもしれない。え、なんか友達？なんかな。ね。なんか確かに似てる。
してんの？ああ、ちょっとなんか暇だったから写真撮ったり動画を見てた。動画見たり。そうなんだ、うん、あのさ、パーティー行くときに携帯必要だから充電なくならないようにモバイルバッテリー持って行った方がいいかなと思って。あのまあでもまあ充電できるから、うん、充電できるから大丈夫。いや、これあの出る前までに充電しとく、うんうん、持って行った方がいいかなと思うけど、うん、大丈夫大丈夫、うん、分かった。でも私持っていくから。あ、分かった。オッケー。もう準備できた？え、もう準備できた？あ、じゃあできたよ。あ、分かった。あ、もう充電 20% だ。一応充電しとこうかな。うん、でも私はまだ全然充電あるから大丈夫。やった。眠いから昼寝しとこうかな。うん、何見てんの？うん、ちょっとなんかフェイスブック。早くインスタ欲しいよね。そうだね。いい？いいよ。もうあと10分でパーティー始まるよ。起きて。今ね、あのアプリからあの通知が来たんだけど、あと10分。やばい、早く行かないと。みんな、あ、早く行かないと。待って、充電がやばい。え、充電してなかったの？充電がなかった、どうしよう。バリス、待って。え、下、え、ついてなかったコンセント。あ、どうしよう。 10% なんだけど。もう私もう 1% しかない。もうどうしよう。あ、モバイルバッテリー貸してくれる？私1つしかないからコンビニで買ってきて。あ、じゃあ貸すと思う。確かに買いに、あと10分だけど買いに行く。もう急いで買いに行こう。あ、マリア久しぶり。来てくれた、ありがとう。いやでも本当にもうおじさんだよ。いやいやいや、私24歳でもっとおばさんだよ。あ、いやいや、そんなことないよ。あれ今日一人？あ、そう、なんか事情があって来れなくなって。あ、そうなんだ。そう、私の名前ってリストに入ってるかな？あ、はい、どれどれ。あ、マリアンだね。マリアン、そうそうそう。どれどれ、まあまあまあ、マリアン入ってる、入ってるよ、よかった。入ってるよ。あのプレゼントはどこに置いたらいい？ あ、みんなあそこのテーブルに置いてる。だからあそこに置いてもらって。わかった、うん、ありがとう。はい、はい、じゃあどうぞ。楽しんでね。 ありがとう。あ、よかった、よかった。あ、はい、いっぱい。あ、よかった、ありがとう。ちょっと待って、アプリダウンロードするの忘れた。どうしよう。本当だ。待って待って、 Wi-Fi がない。あ、 Wi-Fi あった。コンビニも Wi-Fi。 早く来た。誰だ？あ、マリたちです。マリたち？いや、僕のパーティーにもマリたち大勢いるけど。あ、マリアナと、マリア。ああ、待ってよ。ちょっと、あれ、入場のリストには入ってないよ。あ、登録してないけど、ダウンロードしてあるよ。いや、でも入場のリストには入ってないから、パーティーにも入れないんだよ。ごめんね。何それ。待って、マリオ、お願い。
皆さんこんばんは。今日の僕の誕生日パーティーにね、来てくれてどうもありがとう。実はですね、まあ、このパーティーに50名もね招待したんですけれども、20名ぐらいの方しかですね、このパーティーに来れなかったということで、まあ、本当に君たちはラッキーです。本当にこのパーティーに来てくれてありがとう。そしてですね、でこのパーティーをもっと盛り上がらせるために友達の、マリアンに一曲歌わせてもらいます。では拍手を待って、マリアンよろしく。マリアンです。今日はマリオンのリクエストでオリジナル曲の我が道を死に委ねますという曲を歌っていきたいと思います。マリアありがとう。それではですね、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーとユー、ハッピーバースデーディアマリオン、ハッピーバースデーとユー。そしてなんとですね、このドアの前にマリオというインフルエンサーの、誕生日パーティーにですね入れなかった人たちがこちらにおります。すいません、パーティーに入れなかったんですか？そうです、アプリもダウンロードしたんですけど。ああ、そうなんですか。いや、それはねちょっと残念ですね。あなたも入れなかったんですか？入れなかったです。概要欄でチャンネル置いてるの、貼ってるので、登録してください。お願いします。私のチャンネル概要欄にあるので、チャンネル登録してください。登録者30人目指してます。っていう感じに、彼らは、彼女たちは、悲しんでおります。